これまでの復習、企業活動の問題まとめその2。おはようございます、マサルです。今回は前回に引き続き企業活動の問題を復習していきましょう。早速今回の問題に挑戦してみてください。 IT パスポート令和3年春問い29。粗利益を求める計算式はどれか。A. 売上高引く売上原価。 E. 営業利益足す営業外収益引く営業外費用。 U. 経常利益足す特別利益引く特別損失。 A. 税引き前当期純利益引く法人税住民税および事業税。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。粗利益を求める計算式は A. 売上高引く売上原価です。それでは損益計算書を復習していきましょう。損益計算書で求めることができる5つの利益はしっかり覚えるようにしておきましょう。損益計算書というのは会社がどうやって利益を出したのかを表す書類でしたね。この書類によって5つの利益がわかります。一番上の売上高から下に向かって見ていきます。売上高から売上原価を引くと営業総利益、営業総利益から販売費および一般管理費を引くと営業利益、営業利益から営業外費を引くと経常利益、経常利益から特別損失を引くと税引き前当期純利益、税引き前当期純利益から法人税などを引くと当期純利益を求めることができます。今回の問題は粗利益を求める問題でした。粗利益とはどの利益なのかを理解している必要がありますね。粗利益とは売上総利益のことで、売上高引く売上原価で求めることができます。粗いという言葉が表すように、売上原価だけを引いた一番大まかな利益だと考えてもらうと分かりやすいと思います。それでは問題を見直しましょう。粗利益を求める計算式はどれか。正解は A. 売上高引く売上原価です。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。E の営業利益足す営業外収益マイナス営業外費用は経常利益。U の経常利益足す特別利益引く特別損失は税引き前当期純利益。A の税引き前当期純利益引く法人税住民税および事業税は当期純利益のことを表しています。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和4年問い31。コールセンターの顧客サービスレベルを改善するために、顧客から寄せられたコールセンター対応に関する苦情を分類集計する。苦情の多い順に件数を棒グラフ、累積百分率を折れ線グラフで表し、対応の優先度を判断するのに適した図はどれか。 A. パート図、 E. 管理図、 U. 特性要因図、 A. パレート図。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. パレート図が正解です。シャープ31の動画では QC7 つ道具について勉強しました。 QC7 つ道具とは品質管理をするために活用される品質管理手法のことです。具体的にはパレート図、特性要因図、グラフ、ヒストグラム、散布図、管理図、チェックシートが当てはまります。なお QC とはクオリティコントロールで品質管理という意味を持っていることも覚えておきましょう。今回の問題は件数を棒グラフ、累積百分率を折れ線グラフで表し、対応の優先度を判断するとあります。この文面からパレート図であることがわかります。パレート図がどんな図だったかというと、このような図です。分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べて棒グラフで示し、重ねて総件数に対する比率を折れ線グラフで表します。重要な項目を把握するためにパレート図が使われます。その他の間違い選択肢も念のため確認しておきましょう。 E の管理図はこのような図です。中心線と情報・下方管理・限界線で構成されていて、グラフの点の並びによって異常原因が発生していないかを分析することができます。品質のばらつきを分析したり異常を検知したりするときに管理図が使われます。U の選択肢、特性要因図はこのような図です。原因と結果を体系的にまとめて結果と原因を明確にするための図です。図の形が魚の骨のような形になることからフィッシュボーン図と呼ばれることもあります。
特性要因図の特性とは結果のこと、要因とは原因のことだと思ってください。どうしてこのような結果になったのか、原因を把握するための図として特性要因図が使われます。そして間違い選択肢のアパート図は QC7 つ道具ではありませんが、せっかくなのでどのような図なのかを勉強しておきましょう。パート図は新 QC7 つ道具に含まれる手法です。独立した作業や工程の関係を図形と数字で表現してプロジェクトの日数などを把握することができます。海外ではパート図と呼ばれることが多く、日本ではアローダイアグラムと呼ばれることが多いようです。例えば A という作業に対して所要日数は5日かかる、 B という作業に対して所要日数は10日かかる、 C という作業に対して所要日数は5日かかる、このように読むことができます。なお B と C が交わる部分ではそれぞれの作業が終わっていなくては次に進むことができません。このように各作業と工程関係を図に表すことでプロジェクトの日数を把握することができます。パート図についても覚えておきましょう。それでは問題を見直します。コールセンターの顧客サービスレベルを改善するために、顧客から寄せられたコールセンター対応に関する苦情を分類集計する。苦情の多い順に件数を棒グラフ、累積百分率を折れ線グラフで表し、対応の優先度を判断するのに適した図はどれか。正解は A のパレート図です。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回は本当に余談なんですが、最近の IT パスポートの動画は私の父親に字幕の作成をお願いしています。父親に QC7 つ道具の動画の字幕作成をお願いした時に、父親が昔 QC7 つ道具を使ったという話をしてくれたので、その話を皆さんに共有したいと思います。ある企業さんは品質のばらつきに問題を抱えていました。そこで QC7 つ道具を使って品質管理を行ったそうです。すると特定のタイミングで品質のばらつきが生まれていることが分かりました。特定のタイミングで何が起こっているのかを調べていくと、その特定のタイミングというのは電車が通るタイミングだということが分かりました。品質のばらつきを起こしている犯人は電車の振動だったということです。その企業さんは防振対策をすることで品質のばらつきを抑えることができるようになりました。このように実際の事例を聞くととても面白いですよね。皆さんも何か面白い事例があればコメント欄で教えてください。それでは最後に復習していきましょう。 IT パスポート令和3年春、問29、粗利益を求める計算式はどれか。正解は A、 売上高引く売上原価で粗利益を求めることができます。粗利益とは売上総利益のことです。原価だけを差し引いた一番粗い状態の利益のことだと覚えておきましょう。その他間違い選択肢についても何の利益を表しているのか覚えておくようにしましょう。次の問題、 IT パスポート令和4年、問31、コールセンターの顧客サービスレベルを改善するために、顧客から寄せられたコールセンター対応に関する苦情を分類集計する。苦情の多い順に件数を棒グラフ、累積百分率を折れ線グラフで表し、対応の優先度を判断するのに適した図はどれか。正解は A、 パレート図です。パレート図とは棒グラフと折れ線グラフで重要な項目を把握することができます。間違い選択肢で出てきていた管理図は品質のばらつきを分析したり異常を検知したりすることができます。特性要因図は特性イコール結果、要因イコール原因、どうしてそのような結果になったかを調べることができる図です。あとは新 QC7 つ道具に含まれるパート図、別名アローダイアグラムについてもお話ししたので、それぞれ覚えておきましょう。それでは今回の動画で企業活動は終了です。次回からは経営戦略マネジメントについて勉強していきます。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。